岡ヤフオクドームからお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、福岡ソフトバンクホークス対千葉ロッテマリーンズの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、エースが先発する試合というのは野手のモチベーションも変わってくるんじゃないですか。いや、当然ですね。とにかく負けられない、そういう試合ですよね。そうですよね。非常にファンとしても緊張感を感じます。まずはホークスのエース、摂津がヤフオクドームのマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか。そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。空振り。まあ、彼は絶対的な脚力を持っていますから、とにかくグルーに出さない。引っ張った。サードが取る。アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている角中。まずはワンアウトを取っています。初球コーナーをついてきました。ここも空振り。打ちました。取った。アウト、ツーアウト。3番バッター清田、ツーアウトランナーありません。初球打ち、さあどうだ。ヒットになった。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスには指名打者のデスパイネ。ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド決まっています。ストライクを取ってこれで追い込んだ。インサイド落ちました。これはどうか。センターに抜けました。ホークスピンチになりました。ツーアウトランナー二塁一塁。さあホークス先制のピンチです。やはり先取点を取られると相手に主導権がいきますから、ここはしのいでおきたいですね。うん、そうですよね。まあ、ただピンチに強いピッチャーですから、そう簡単には崩されないと思いますね。このピンチ見逃しで三振を奪いました。ピンチをしのぎました。ご覧いただきましょう。先に点を取られそうな場面でしたが、ここは三振を奪いました。そうですね、落ち着いてますよね。自分の投げたいところにしっかりとコントロールできてますからね。守ります。1回の裏ホークスの攻撃です。ホークスはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますマリーンズはご覧のような守備陣です。マリーンズマウンドに上がるのは先発のマックイ。これから注目の立ち上がりになります。バッターは明石。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。高めの変化球は決まりません。落としました。外れます。低めの変化球は外れました。低め見送りました。ストライクです。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。高めのボール、この当たりはどうか。ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。先制のランナー。さあホークス一打先制のチャンスです。まずは先に点を取ってピッチャーを楽にしてあげたいですね。なるほど、そうですね。まあ、そしてこういう場面で打ってくれるバッターですから、ファンも期待しているでしょうね。改めてお聞きします。バッターボックスの中村、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ、逆方向へのクリーンヒットは持ち味のバッターですね。引っ張った。取った。一塁へ。アウト。ワンアウトです。これは進塁打になりました。ここは最低でも犠牲フライという場面ですね。まず際どいコースから入りました。ピッチャーボール球をうまく使います。すぐに追い込みました。
打ちました。右中間に上がった。さあバックホームするか。サードランナースタートを切る。サードランナーホームイン。ホークス1点を先制しました。犠牲フライを決めてきました。1対0。ホークス試合の主導権を握ります。さあご覧いただきましょう。まず何を投げてくるか。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。豪快なスイング打ちました。打球はレフトへ。レフトライナー掴んで3アウト。2回の表、2回に入ります。追いかけるマリーンズの攻撃。打順は6番今江。ホークス1点リードで迎える2回です。小宮山さん、リードをもらってのピッチングとなりますが、ここまでいかがでしょうか。まあそうですね、この1点を守りきるぐらいの気持ちで最後まで。初球は何から入ってくるか。インコース空振り。これは手が出ないか。あっという間に2ストライクです。変化球で空振りを取ります。1番バッター鈴木。ツーアウトランナーありません。先発ピッチャー摂津、そしてキャッチャーは細川。このバッテリーをマリーンズ打線がどう攻略していくか。さてバッターの鈴木、どういうバッターなんでしょうか。まあ単打が多いですが、当たりらしさが止まらない。引っ張った。これはどうだ。一二塁間を破る。同点のランナーを出してしまいました。ツーアウトランナー一塁。バッターは9番に入っている田村。ヒットでランナーを一塁に置いています。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライクです。アウトコース打ちました。ショートうまくさばいて一塁送球。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがマリーンズ得点には至りませんでした。1対0。ホークスが2回裏に入ります。ホークスの攻撃。バッターボックスイレホ。ホークス1点リードで迎える2回の攻撃です。西さん、まずはリードを広げていきたいですね。まあ、まだ1点差ですしね。まあ、この辺りで追加点が入ると理想的なんですけどね。そうですよね。相手にプレッシャーをかけておきたいですね。空振りになります。空振りになります。ワンボールツーストライクです。変化球空振り。ワンアウトです。バッターボックスには6番松田。涌井、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。空振りになります。148キロ。インサイド落ちました。これはどうか。センターへ抜ける。ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。さあ一塁ランナーを返して点差を広げたい場面です。バッターは長谷川。初球打ち、これはどうか。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。三塁セーフ。チャンスを広げていきます。まあここは犠牲フライで OK ですね。そうですね。さあまず1球目。初球いいところに決まりました。これは見送ってボール。センターに強い打球。さあどうだ。センター深いところ破っていきました。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。ホークご覧いただきましょう。タイムリーが出て、これが1球目。いいコースですが外れています。引っ張った。これはどうだ。ファウルになります。フェアなら長打になってたかもしれませんね。そうですよね。これは見送ってボール。打ちました。一塁送球。ツーアウトになりました。ホークス1点追加。ここは最低限といった形でしょうね。さあそしてこのチャンスで打席には1番の明石が入っています。インコース高めのストライク。ストライクを先行させていきます。追い込みました。豪快なスイング打ちました。センターへ打球伸びる。
センターライナー掴んで3アウトチェンジです。小宮山さん、先制点をプレゼントしてもらっていますが、ピッチングにも変化が出ると思うんですが、いかがでしょうか。そうですね、やっぱり点を取ってもらえたということで余裕みたいなものが出てきますよね。そうですよね。この後のピッチングに期待しましょう。打ちました。ファウルになります。ノーボール2ストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。さて小宮山さん、バッターに対してバッテリーの思惑はどんな感じでしょうか。まあ、そうですね、振ってくるバッターなので誘い球を有効に使いたいですね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。低めの球、これは外れます。打ちました。これはどうか、ショート取った、一塁へ、アウト。スーパープレーが飛び出しました。バッターは3番清田。前の打席はシンカーをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。さあ、ここはどういった攻め方をしてくるか。ストライクになります。ノーボール2ストライク。打ちました。これはどうだ、今宮、一塁アウト、スリーアウトです。反撃、西さん、早い回に先制したということでバッターの気持ちにも何か変化はあるんでしょうか。そうですね、やはりね、攻撃になりますからね、どんどんまだまだ打つと思いますよ。ではそのあたり注目していきましょう。思わずバットが回ってしまいました。あっという間に2ストライクです。3球目打ちました。このあたりはどうか、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう、2塁へ送球。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッター出ました、フォークス。これが初球、最初は変化球できました。二球目打ちました。ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン、フォークス1点。期待に応えるバッティングを見せました。点差を2球目は何か、変化球を振らせました。ノーボール2ストライクです。体に近いところ、変化球空振り、ワンアウトです。5番バッターミレホ、ワンアウトランナー1塁です。初球ボール、次が2球目、外低め、いいコースに決まりました。打ちました。このフライは切れそうだ。切りました。ファウルボールです。ワンボールツーストライクです。釣り玉でしたね。打った。これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、チャンスを広げて、ボール球に手が出ました。緩いボール決まっています。膝元、ここはあっという間に追い込んでいます。打ちました。これはどうか、センターに抜ける、三塁へ送球。サードランナーホームイン、ホークス1点追加します。センター前のタイムリー。バッターボックス長谷川、まあ、序盤でここまで点差が開きましたけど、まだ何があるかわからないんで手を緩めずにいってほしいですね。打ちました。痛烈、入れました。ファールボール、大きく外れました。これが3球目、3球目打ちました。この打球は落ちそうだ、ヒットになった。ホームに送球、これでマルチヒット、ワンアウト満塁です。バッターボックスは8番今宮、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。ホークス、この回7人目のバッターになります。高め外れます。ボール先行です。危ない球です。ストライクが入りません。押し出しでさらに点差を広げます。これはね、バッターボックスは9番細川、先ほどの打席で打点を挙げています。ホークス押し出しで得点を挙げています。
最初は変化球できました。ボールになります。低めのストライク。中間守備で来てますから、どの塁に送球するかの一瞬の判断が重要になってきますね。ああ、なるほど。インコース低めのストライク。ここは絶対抑えたい場面です。高め打ちました。わずかに左に切れました。ファールボール。ツーボールツーストライクです。引っ張った。これはどうだ。サード弾く。サードランナーホームイン。ホークス1点追加します。打順はトップに帰って明石。さっきは苦手なアウトコースを突かれましたから、はい、まあ、またそこを突かれると思いますから、どう対応するか。インサイド落ちました。これはどうか。二塁送球。二塁アウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。しかしこの回ホークス連打連打。小宮山さん、さすがエース。立ち上がりしっかりと0点で抑えてきましたね。そうですね、もう本当にエースらしい投球と言っていいと思いますね。このままこの投球が続くんでしょうか。ボールになります。速いボール、膝元決まってストライク。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。さあ5球目は何か。三遊間、内野を抜けていきます。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスは5番クルーズ。ヒットでランナーを一塁に置いています。2球目は何で来るか。引っ張った。さあどうだ。ワンバウンドヒットになりました。ホークスピンチになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。6番バッター今江、まあ、点差はありますから攻めのピッチングでいいと思いますね。なるほど、そうですね。アウトコース、これは見送ってボールです。膝元へのシンカーはボールになります。高め際どいところ見送りましたがストライクです。さあ2ストライク、追い込みました。見逃し三振。ピンチをしのぎました。バッターは7番ウーラ。まあホークスとしてはこれだけ点差があるんで気持ち的に楽にピッチングできますからね。なるほど、そうですね。インコース高めはストライク。すぐに追い込みました。低め、これは外れた。ファウルになります。打ちました。二塁を送ります。アウト。ここは送球が間に合い二塁フォースアウト。ツーアウトランナー三塁一塁となりました。8番バッター鈴木。まあ、前の打席はスライダーをうまく打たれましたから今度はその使い方を考えたいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。ボールになります。引っ張った。ファーストを取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがマリーンズ得点はありませんでした。7対0ホークス大量リードしています。さあマウンドに上がったのは藤岡。さあ西さん、ここで出てきましたね。まあしっかり攻略したいですよ。そうですね、まあただ流れを変えられないようにしっかり攻めていきたい。打ちました。これは大きい。伸びていく。この打球は落ちそうだ。右中間深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで西さん、この柳田対左ピッチャーはどうなんでしょう。特に左ピッチャーが苦手という印象はないですね。そうですか。さあ3球目は何か。3球目打ちました。この当たりはどうか。打球を追っているがこれはどうだ。ライト掴んでワンアウト。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックス内川。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。まずはボールから入りました。打ちました。三塁へ送球する。内川ヒットが出ました。ワンアウトランナー三塁一塁。バッターボックス井出穂。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ヒットでランナー三塁一塁。この試合は先発野手全員安打を達成しています。いや西さん、打線は絶好調ですね。まあこうなってくる際どいが、あっとファウル。打ちました。鈴木
二塁へ、セカンドフォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。小宮山さん、この回を抑えるとピッチャー勝ち投手の権利を得るわけですが、監督としてはこの後継投どうしますかね。そうですね、できれば1イニングでも長く投げてもらいたいというふうにベンチは思ってると思いますね。ベンチワークにも注目しましょう。これはショート今宮掴んで一塁アウト。打順は1番に帰ります。バッター荻野セッツ、まずは先頭バッターを打ち取っています。ファウルになります。ストライクになります。ノーボールツーストライク。これはセカンド明石掴んでツーアウトです。打席には2番バッター角中、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。外れてますか。変化球が決まりました。ワンボールツーストライクです。これはショート今宮取って一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回マリーンズ、これから5回の裏、7番から始まるホークスの攻撃。バッターは長谷川、今日はここまでマルチ安打を記録しています。ホークス攻撃が噛み合い、大量リードで5回の攻撃に入りました。西さん、ダメ押し点、そのきっかけを作っていきたいところですね。ここで手の上、さあ初球は何か。初球大きく外れています。打った、浅いフライ、ヒットになりました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスには9番細川、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。痛烈、切りました、ファウルボールです。ワンボールワンストライクです。思わずバットが回ってしまいました。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、ツーアウトになりました。打順はトップに帰って明石、先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。ツーアウトランナー一塁です。次が3球目ボールになります。さあ4球目は何か、高めに決まりました。フルカウントです。インサイド落ちました。これはどうか、清田が掴んで3アウトです。ここまでのハイライトです。まずは1回の表、ランナー1塁2塁のピンチ、最後は得意のボールで三振、先制のピンチをしのぎます。その裏、得点圏には先制のランナー、迎えるは3番柳田、きっちり犠牲フライ、ホークス先制します。2回の裏、ワンアウト1塁3塁のチャンス、8番今宮センターへ運ぶタイムリー、ホークス1点を追加します。3回の裏、ノーアウトで2塁にランナーを置いて3番柳田センターへ運ぶタイムリー、ホークス1点を追加します。4回の表、このピンチの場面、しかし内野ゴロに仕留めます。ホークス、このピンチをしのぎます。配球表をご覧いただいています。今日はストレートよりも変化球が多くなっています。お待たせいたしました。ヤフオクドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。マリーンズ、打順よくこの回はクリーンナップから始まります。清田がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ホークス大きく点差をつけて6回を迎えています。小宮山さん、ズバリ打者を打ち取る確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか。初球は何で来るか、アウトコース決まってストライク、
これが2球目。引っ張った。これはどうだ。三遊間抜ける。二塁はセーフ。これで3打数3安打の際どいコースをついてきました。変化球、これは空を切ります。ストライクを先行させていきます。追い込みました。いやー、よく見ましたね。高め打ちました。これはどうか。セカンド送球、おっと送球が逸れた。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。1点返しました、千葉ロッテマリーンズ。バッターボックスは6番今江。まあホークスとしてはこれだけ点差があるんで気持ち的に楽にピッチングできますからね。なるほど、そうですね。さあ2球目は何か。ライト方向を流しました。ファーストの横抜けました。バックホームする。今江ヒットが出ます。ランナー3塁1塁となりました。打席には7番バッター福浦。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナー三塁一塁に変わっています。膝元への変化球、思わずバットが出ました。ここはあっという間に追い込んでいます。高めのボール、これはどうか。取った。二塁そのまま入ってフォースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。6回の裏ホークスの攻撃、2番バッター中村。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ホークス攻撃がかみ合い大量リードで6回の攻撃に入りました。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。打順は3番柳田。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。打ちました。これはどうだ。セカンド取った。アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。一塁転送アウト。ダブルプレー。バッターは4番内川。先ほどの打席でヒットを放っています。ホークスダブルプレーでランナーなくなりました。この回のホークス打線ですが早くも2アウトになっています。まあ簡単に打ってしまいましたね。インサイド落ちました。これはどうか。取りました。一塁送球します。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回ホークス結局マリーンズ。小宮山さん、ここまでしっかりと試合を作ってくれてますね。まあそうですね、もう本当に勝負はここからだというふうに思いますけどね。この後も粘りの投球できるんでしょうか。2球目も見送っています。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。9番バッター田村。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。セッツ、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。一塁そのまま入ってアウト。打順は1番に帰ります。バッター荻野、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナー初球打ち。さあどうだ。レフト線を深く破るヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。二塁へ送球する。バッターランナーは二塁まで進みました。荻野、これが自身本日の初ヒットになります。ツーアウトランナー二塁。初球はストライク。ストレートが決まっています。ここは見送ります。3球目は何で来るか。高め見送ってストライクです。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。見送ります。スリーボールツーストライク。ここでフォアボールを与えました。まず何を投げてくるか。まずは変化球から入りました。インハイ見送ってストライク。すぐに追い込みました。わずかに外、ボールになります。インサイド落ちました。これはどうだ。明石、一塁へ送ります。一塁アウト、スリーアウトです。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。ランナー出ましたがマリーンズ得点には至りませんでした。7対1ホークス大量リードしています。さあそしてここからはラッキーセブンホークスの攻撃に入ります。
西さん、点差を離している展開なんですが、この後の回どのような戦い方が必要ですか？やっぱりね、こういう時こそ雑になってはいけないですから、次の試合のことも考えて丁寧に丁寧に打ってほしいですよね。そうですよね、集中してほしいですよね。次は狙っているボールだけを打っていけばいいですね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。ここは1球見ていくカウントですね。なるほど、そうですか。内へのボール球、バットが出ました。3ボール1ストライクです。空振りになります。3ボールナッシングからフルカウントまで戻しました。変化球、空振り、ワンアウトです。バッターボックス、松田。先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。藤岡、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。低めの変化球は決まりません。ボール先行です。引っ張った、今へ、一塁へ、アウト、ツーアウト。打順は7番、長谷川。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウト、ランナーありません。最初は空振りになりました。誘ってきましたね。そうですね。インサイド落ちました。これはどうか、破りました、センター前。これで3安打猛打賞。ツーアウト、ランナー一塁。バッターボックスは8番今宮。今日はここまでマルチ安打を引っ張った。高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて、ボールはそのままフェンスに直撃。バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞。際どいコース見送っています。この球は外れました。インコースの変化球見ています。ボールが3つになります。外れてフォアボール。これで打順はトップに帰って明石。先ほどの打席はライトフライに倒れています。フォアボールのランナーが出て満塁となっています。さて、西さん、バッターの明石、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか？いや、苦にしてませんね。というか左の方が得意だと思います。引っ張った、福浦、一塁アウトで3アウトチェンジです。打席には5番バッター、デスパイネ。ここはさっき打たれたシンカーの使い方には注意したいですね。なるほど。さあ、バッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。ホークス、ピッチャーが変わります。4番を迎える場面でマウンドに上がったのはペラッタ。最初はストライク。2球目も決まります。打ちました。これはどうだ、よく追いついた、一塁送球アウト。これはチームの隙を。バッターは5番クルーズ。まずはワンアウトを取っています。ホークス、ピッ、初球は何から入ってくるか。アウトコース見送ってストライクです。低めのボール入りました。あっという間に2ストライクです。落ちる球、見逃し三振。これで2アウト。バッターは6番今江。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。2アウト、ランナーありません。インハイ、際どいコース、膝元、インコース、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。切れていきます、ファウル。
打ちました。これはどうか、ショートが取る、一塁へアウト。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。さあマウンドを任されたのは勝木。さあまず1球目、初球陣弾き返した打球はセンターへ、荻野抑えてワンアウト。打席には3番バッター柳田。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。勝木まずは先頭バッターを打ち取っています。2球目打ちました、大きな打球になった、センター下がっていく、下がっていく、入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。白球高々と舞い上がり、ヤフオクドームのスタンドに消えていきました。高めに浮いた変化球、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。頼りになる男がやってくれました。宮山さん、うまく捉えたバッティングいかがでしたでしょうか。そうですよね、最高の結果を出してきましたよね。この展開でもどんどんと点を加えていきます。打順は4番内川、ホークスホームランで得点を挙げています。打ちました、これでマルチヒット、ワンアウトランナー1塁です。打席には5番バッター井出穂、ヒットでランナーを1塁に置いています。次が2球目、空振りになります。西さん、この井出穂どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあ、そうですね、状況によって変わりますが、もともとはインサイドレフトへ打球伸びる、この打球はフライになっています。角中が掴んで2アウト、2アウトランナー1塁と変わります。打席には6番バッター松田、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。2アウトになっています。引っ張った、取った、2塁送球、セカンドフォースアウト、スリーアウトになりました。しかし小宮山さん、ここはどのようなピッチングをしていけばいいですか。もうホームラン慌てないことですよね。もうほぼもう間違いないわけですから、最後までしっかりと投球をしてほしいと思います。はい、9回さあタイム、アウトコースストレートが決まっています。スピードボールを持っています。打ちました、松田、アウト、ワンアウト。バッターボックス鈴木、まずはワンアウトを取っています。空振り、ファウルになります。マルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスは9番田村、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはバントを警戒する守備体制ですね。2球目打ちました、二塁を送ります。セカンドフォースアウト、これで3アウト、試合終了になりました。ソフトバンク打ちに打ちました、大量リード、大量得点で勝ちました。小宮山さん、やはりチームとしてもエースの登板で確実に勝つというのは非常に大きいですよね。いや、もうこれはその通りですよね。エースが出た試合をとにかく勝たないといけないわけです。ベンチの大きな期待に応えました。勝ったホークス、大量点を取って大勝ということになりました。一方のマリーンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはホークスが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで福岡ヤフオクドームから失礼します。本日はご来場くださいました
ましてありがとうございました。お忘れ物のございません。